皆さんこんばんは。イーゼル芸術工房の山下と竹下です。そして、マイドリームスとハンバーガルゼータとともにですね、ここ大阪城公園に来ています。イエーイ。ここはですね、噂によるとポケモンの巣ということでですね、ウィンディに進化するガーディがたくさん出没する情報を得ています。今日はですね、ガーディをゲットしに行きたいと思います。それではですね、探しに行きたいと思います。行きましょう。すごいですね、この辺夜ですけども、皆さんルアーを使われてますね。はい、ちょっとポケストップ利用しておきましょう。くるくるめっちゃありますよ。くる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 スポットだ。くるくるスポット、なんかポケモン出たら教えてくださいね。はい、ガーディーがですね、来た、早速これガーディーですよ。じゃじゃん。見てですか。出てこない。これちょっと僕ラッキーじゃないですか。かわいい。いきますよ。かわいい。うまい。おー、すごい。頑張れ。来ました。来てました。来ました。ガーディー、こい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 。ガーディーどこ。おお、一発。ガーディゲットだぜ。さあ早速1匹ゲットしましたよ、ね、これウィンディにも進化したいんでね、こうたくさん欲しいですね。はい、皆さん今どんな感じですか。ガーディと戦ってる。ガーディ青子ならいいのは。あ、来た、ちょうど来た。ガーディ来ましたよ。ガーディ来ましたよ。これと2匹目ゲットしたいですね。うっしゃ、ガーディやばいやばいやばい。片手でするのがね、難しい。やばい。AR 切ったらどうですか。何 AR 切ったら、ポケモンが常に真ん中にいるので。ちょっと待って、な、投げやすいです。お、ほんまよ。え、何これ。切った方が、え、マジか。投げやすいです。すげえ、そんなプチ情報が。しかもちょっとこのガーディ強い。来た。これは来てほしい。いける。おい、2匹目ゲットですね。ドキドキ感が。取れました。おお、いい感じやね。何匹目？3匹目。あれ、めっちゃ早ない。あれ、マジで。ここで、でもガーディーやっぱ出ますよね、この大阪城公園。めっちゃ出ますね。さあ、目の前に階段が出てきましたね。結構見上げる感じの階段なんですけど、いや、痩せそうですね。今三島さんね、ポケモン GO ダイエット中ということで、これもダイエットに。これ何？あ、なんか僕に来ましたよ。何？これ？あ、それ。これコクーンです。コクーン。はい、というわけでですね、大阪城入り口からこう後ろにですね、大阪城が見える鳥の中まで歩いてきたんですけども、僕はですね、ガーディ1、2、3、4、5匹でした。皆さん何匹捕まえましたか。ユウギは6匹捕まえました。6匹、すげえ。6、あ、今すごい、今すごいな。今ちょっと携帯が固まってますね。オッケー。大体何匹ぐらい。大体5匹です。あ、でも大体5、6匹ぐらい。5、6匹ぐらいは大阪城のです、入り口から公園まで来るとゲットできるということでございますね。はい、まあ、今夜だったんですけど、まあ、人もたくさんいてですね、面白かった。やっぱ面白い、みんなポケモントレーナーたくさん面白い。プリンとかもいましたね。いました。めっちゃ種類豊富ですね。そう、さすがポケモンの巣。というわけで、大阪城公園の夜の散策でございました。でもね、本当にね、危ないんで、ね、階段とか段差とかもたくさんありますんで、皆様足元には注意して遊んでください。それではまた。バイバイ。こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。イーゼル芸術工房です。ハンバーガールゼットです。マイドリームスです。私たち毎週末通天閣地下スタジオ通天にてフリーライブを行ってます。私たちに会いに来てくださいね。そして毎月末はイーゼル芸術工房の